それが人間というと。いつでも自己主張がしたくて歌を歌ってる。誰かと同じが嫌だから古着屋を漁るのが好き。そんな僕の下着は3枚で1000円のやつ。目に見えるとこが輝ければそれでいい。痛い悲しくてシックな服を着てるあいつのメガネのフレーム裏側に赤と黒のチェック柄。そんな彼の下着はもしかしたらド派手で心の中の奥の方でロックをするタイプなのかも。ポンポンピンパンポンピンポンピラパポン。少女漫画から飛び出してきたような純白さで、例えばトイレから出てきてもフローラルな香りがしそうで、そんなあの子の時より見せる精一杯のエロティシズムが AV 女優には出せない、なんとも言えない空気。意外なところがあるから人間じゃないか、それが人間じゃないか、むしろ人間じゃない。絵に描いたようなジェントルマンがすごい性癖を持っていたり、幸せに見えたあの子がリストカットをしてみせたり、仕事ができて頭のいいあの人が拒食症だったり、するけど珍しいことじゃないと思うのだ。意外なところを隠すのが人間じゃないか、きっとあなただけではないのさ。